なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものがガキを変わっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯、まともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご飯。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。
やって。ごときに。もういい、降りてこいナッパー、俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった、海王剣。もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何が、ベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。そうだ、みんな生きドラゴンザクの詳しい教えて。ごく絶対あんマスキ。できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。さあ言っておくが、逃げても無駄だぞ。なんか嫌だな。サクワクすっぞ。やっ上へ修行し直してきたらどうだ。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい、貴様のような課金戦士が超エリートに遊んでもらえるんだから。
開いてくれろ。体持ってくるよ。三倍回復。みんな。カメハメハだ。俺のギャリック砲は絶対に食い止められんぞ。地球もろとも宇宙の塵になれ。海よ、そして生きているすべてのみんな、このオラにほんのちょっとずつだけ元気分けてくれ。疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、すさまじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。
戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。この玉は一体なんだ？はっ！へっ！なんだ？ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。この嫌な感じは奴の気だ。お父さん危ない。小さくなっている。お父さん。僕でもなんとか勝てそう。降りろ。おい。知ってる。ご飯付きを。はい。いや。何か嫌がるな。どこだ？こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし。そんな。尻尾のことを知っていたらしいが、残念だったな。
そいつを手のひらを上に向けて集中させてくれ。弾ができる。うわあ！出た！これが元気玉だ。やったな。クリリー、そいつを奴にぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。あんなに動かれちゃ俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ。孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。やったぞ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。この俺がまさか引き返すことになるとは。
逃がしてたまるか。覚悟しろ。待ってくれ。悟空、すまねえが、そいつを生かしてやってくれ。正気かよ悟空。今見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。分かってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。わかったよ、お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。おーい、大丈夫ソウ君。ブルマさん、ヤムチャさんも、俺たち以外はみんな やられて。ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん、泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、オラ悟空。ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまってもう誰も生きてれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。分かった。それじゃあ頑張るだぞ。
ルだ。ヤンバルだぞ。いや。修行でずっと帰れなかったけど、やっぱり家に帰れるのって幸せ。Huh?
ハンちゃんの分かったずっと来え、うん、用事が済ん、うん、カメハウスのみんなに元気になったこと伝えなくちゃ。父さんとここに来てからいろんなことがあったな。
ここだよね。 ランチは？ほら、それさ、きっとその感じ。
とりあえず。いや。ドラゴンボール あの小僧嘘つき
ごはんちゃん、もう帰ってきただか？ そうか。うん。サイヤ人しかし、あるか。希望、遥かなるナメック星へ。もしかしてもう宇宙船ができたのかな。相談だなんて僕に手伝えることなんかあるのかな。こんにちは。よう。あれ？よう。はい。いいよ。
もん。あれ？かま。お母さんにはいつも心配かけちゃってるな。なんだ、なあ、やんば。はい。はい。なあ、いい。しょうあれ。いや。なあ。気をつけた方が良さそうだな。
なあ。え？はあ。わかった。すまない。はい。なんとか終わった。